こんにちは、こんばんは、ゲーム動画でこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビター始めていきたいと思います。今回は7位ホルティーデルハーツです。どうなんでしょうね。ゴールキーパーのオーナーなどディフェンダーが強いチームです。
さちこ、くるみ、まだ元気です。先に切りを仕上げて、ここからどうするんだ。さあ、これはモラーが対応しました。そこから策はなかったですね。違う。ちっちゃ終わりですね。もったいない。さあ、もうほとんど時間ありません。ここで試合終了。3-0で勝利です。うん、よく決めてくれました。4本のシュートを打ち枠内5本で3点を挙げました。あんまり課題与えてないですね。2位のワーエスね、筑波玉は強い。3位のリバーセ大阪とは6点差に広がった。実質この2チームが抜け出てるかな。直接対決打ち破りましょう。さあ、そして
次からジャパンカップスタートです。緑の海 C と短期間がぶつかります。他はもちろん勝てるでしょうから、サブメンバーで決めていきたいと思います。見ていただきましてありがとうございました。よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。アドブツイッターやっております。説明欄にアドレスで記載してます。よろしければ見てください。アーナですね、前で遊んだ動画集プレイリストを記録しております。よろしければこちらの説明欄にお話しさせていますので、ぜひご覧ください。この動画最後の20秒で関連動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければよろしく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でございました。